とそら選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。はい、正直判定終わった後すごい悔しかったんですけど、まあ、勝って悔しいってなかなか、皆さんというかファンの方は分からないと思うんですけど、やっぱりトップに殴り込むにあたって一本 KO を取って勝っていきたいと思ったので、ここでカエル選手に KO を一本することが自分にとっての意味になってくるので、正直悔しい気持ちもあったんですけど、会長には胸張って歩けと、これからどんどん成長すればいいからっていう言葉をもらっているので、今はすごいすっきりした気持ちですね。対戦を終えてそのカエル選手の印象というのは戦う前と後と違う部分はありましたでしょうか。そうですね、印象は正直、まあ、テイクダウン来るんだろうなと思ったんですけど、すごいなんていうんですかね、貪欲というか勝利にしがみつくというか、なんていうんですかね、もう何でもするから勝つっていう気持ちがすごくて、これがなんていうんですかね、トップ選手たちに戦っていくその人生をかけて戦っている人の思いなのかなと思って、正直押しつぶされそうになったり、なんか止まりたいっていう気持ちもすごいありましたね。ただそうですね、印象、まあ、戦う印象は違いますけど、戦ってる時の印象は自分的には一緒だったんですけど、気持ちの持ち方は全然怖いって思いましたね。ありがとうございます。あと山本選手、まあ、今回のカエル選手が初の国際戦と言われて、初めて外国人ファイターと戦ったと思うんですが、こう日本人のファイターとどういうところが違うと感じたところありますか。いや、そうですね、まずその向き合った時にやっぱりリーチの差も感じたり、あとはやっぱり日本人選手とはやっぱやり慣れてるので、なんか怖いというか自分からどんどん攻めていける気持ちがあるんですけど、カエル選手はすごい圧のかけ方もうまかったですし、なんかやっぱり一発のパンチ持ってるんじゃないかとか、すごい自分の勝手なイメージですけど、ハードパンチャーな選手が多いようなイメージがあったので、そうですね、海外選手とやっていくにはもっともっとなんかパワーをつけるというよりかは、そのパワーに勝てる技術をつけていきたいって思いましたね。それでは今回の試合ではこう課題というのは、そのパワーに勝る技術をつけるというのが自分でこう思った課題というところでしょうか。はい、そうですね、自分の技術の足りなさ、あとは動きの遅さですね。やっぱり日本人が海外選手に勝っていくのはパワーではなくて技術だったりスピードだと思うので、そういうのをもっともっとこれからの練習で身につけていこうって思いました。あと解説にこう高田キャプテンがいらっしゃって、まあ、前回 の中村大輔選手との試合でこういろいろ思いを語られていたんですが、ヤマケンさんが父親なら俺はおじさんの気持ちだと言って見守られていたんですけども、それ聞いてどう思いますか。ですね、何ですかね、やっぱり自分の師匠の師匠ということで、やっぱり何ですかね、高田さんの技術が会長に渡って自分に渡っているわけじゃないですか。だからその技術で負けたら、まあ、会長も悔しいと思いますし、高田さんもなんか思うところあるんじゃないかなってやっぱり思うんですよね。その U の選手たちが、いろんな選手たちがいますけど、自分に注目してくれてる人もいるので、自分が負けるっていうのはまだ U というものを背負いきれてはいないんですけど、やっぱり悔しい気持ちになってしまうかもしれないんで、その U の技術を使って勝っていきたいなって思いましたね。ありがとうございます。今回も勝利を収めました。今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。はい、正直カエル選手に判定で勝って悔しいって気持ちはありますけど、もっともっと上の選手と戦っていきたいですね。判定かもしれないですけど、次は KO、 しっかり1本取れる技術をつけて、そうですね、ベルトに絡む試合をしたいですね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、ではお願いします。合格飛びの松山です。お疲れ様でした。ありがとうございます。1ラウンドと3ラウンドは厳しいラウンドでした。で2ラウンドにニアフィニッシュに近いダメージを与えた
ことが評価されたかと思いますけれど、これがあのライジンの判定基準であるということはあのこう常に頭の中にやりながら戦っていたような感じでしたし、そうですね、昨日インタビューでカイル選手が1ラウンドで倒すって言ってたんで、まあ、1ラウンドで多分使ってあのスタミナだったりパワー使ってくるんだろうなって思ってたんで、1ラウンド目ではある程度あのやられてもいいからしのいで2ラウンド目で一気に行こうって考えたんですよね。ただこれがもっともっとフィニッシュ強いあの選手だったら自分やられてるなってあの試合中に思ったんで、まあ、そこら辺はちょっと反省点ではありますね。2ラウンド の, あのダウンを奪ったあのなあの流れはあのアゴン選手がテイクダウンに来る際にこうパンチが入りやすいというようなことをあの研究していた成果でしょうか。テイクダウンに対して肘とか膝を合わせる練習はあの会長がムエタイをやっていたのですごい練習したので、まあ、その成果が今回出たかなと思ってます。こうしてこうあの体格が大きな海外選手とかに勝っていく姿はこう同じ北海道 の, あの西川大和選手の活躍が刺激になっている部分もありますか。いやめちゃめちゃ刺激になりますね。やっぱり大和選手が勝つと自分もその日休みでも練習しちゃいますし、そのめちゃめちゃ応援したくなる気持ちもありながら嫉妬の気持ちもあるんですよね。正直自分はまだまだ何ですかね、大和に負けてるというか大和に追いつけてないって自分は思ってるので、追いつきたかったり一緒に並んで戦っていきたい、またはまあそのもしよければ大和選手もライジンに呼んでいただいて、で大和選手がライジンに出て自分もライジンに出て一緒に試合していけたら自分は結構嬉しいですね。北海道の2人でできるのは。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい、ではお待ちします。お待ちください。東京ヘッドラインの本吉です。よろしくお願いします。お願いします。あの3ラウンドの最後の方で、あの中盤かな、あのドントムーブで動いた時あったじゃないですか、はい、ポジション変わった時に、はい、あの時にあのガードに入れてた山本選手がガードに入れてたと思うんですけど、はい、カエル選手がちょっと足出そうとしたじゃないですか、はい、あの時に山本選手もちょっと指摘してたと思うんですが、はい、率直にあの時の気持ちを聞かせてください。ですね、なんかそれもさっき言ったようになんか勝ちに貪欲というか、あの、まあ、相手選手がもしも食らって気づいてないだけかもしれないんで正直何とも言えないんですけど、こういうとこなんかちょっとずる賢いところとかもやっぱ使わないで勝ちたいですけど、使っていかないと勝てない試合もこれからもしかしたら出てくるかもしれないっていうところは学びでもありますし、多分これから、やっていく選手たちにもそういう選手たちがいるので、そういうのに正当で勝てる選手になりたいですね。まああれやられた時はその気持ち的にはまあいいやみたいな、ここから頑張ろうみたいな、じゃあ、あの切り替え気持ちを切り替えて頑張れましたね。でも割とじゃあご本人は冷静だったっていう感じですかね。そうですね、今回の試合はどっちかというと冷静すぎて、なんかもっともっと熱い試合をしたいと思ってたんで、そこはすごい自分の恥じるべきというか、冷静に試合しすぎるっていうのは自分的には好きじゃないので、なんかもっともっと熱い試合をしてファンの方にあの格闘技面白いって思える試合をしたいので、そこはこれからももっと頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい、ではお願いします。お疲れ様でした。ライターの橋本です。はい、3ラウンド初っ端に組まれましたけど、例えば、ああいう相手に、レスリングをされること、それから、スクランブルとかあるいは下になる展開になることっていうことにはもう抵抗なく試合をしてたという感じですか、それとも失敗だったなっていう感じもあるのか。作戦的にはまず1ラウンド目は1回目は切って、それからは自分で受けようと思ったんですよ。でも1回目からはまあ切れなかったんですけど、なんていうんですかね、正直下になってもいいというか、どっちかというと腕十字とか三角で今回決めたいと思ったので、その自分も芦田戦を見ていて、芦田選手が三角取ってあの取ろうとして取れないシーンとかあったんですけど、俺は取れるよっていうところを見せたいっていう気持ちがちょっと強く出すぎたなと思ってます。ありがとうございます。その他ご質問ある方よろしいでしょうか。それでは山本選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後立っていただいて写真を撮影させていただきます、はい。